河南省で強制撤去に抵抗したある女性が先日掘削機に押しつぶされ死亡、大きな物議を醸しました。あるアンケートでは 96% が女性は故意に押しつぶされたと答え、不注意の事故だという当局の言い分を信じる人はごくわずかでした。河南省中馬店市西洋圏の38歳の女性リリさんは1月3日、当局の強制撤去を阻止しようとして掘削機の下敷きになりました。動画がネットに流れ市民の怒りを呼びました。地元当局は事件後、女性は不注意で足を滑らせて運転中の掘削機の下敷きになったと発表。しかし南方都市法のアンケートでは835人のうち806人が李さんは故意に殺されたと答え、当局の言い分は3人しか信じていませんでした。昨年末、浙江省洛西市のある村長が強制撤去に抵抗して車に押しつぶされました。激しさを増す強制立ち退きが官民の衝突を招いているとの見方があります。新唐人テレビがお伝えしました。